配信始まりました。はい、第3回になりますかね。4回。第4回ですね。目標到達戦。X 目標到達戦というわけで。さすがに配信始まったばっかだと、まだチャットは来ないかな。大丈夫かな。じゃあこっちで配信チェックしたら大丈夫だったので、問題ないかと思います。大山がやり込んだらスト2は終わる。マジか。出た、半沢直樹さん来ましたね。ありがとうございます。ゲームをマイクオンポート大丈夫ですか。まあでも一応大丈夫だったんですよね。そうですね、音は出てたので、あとはバランスが大丈夫かどうかぐらいですが、はいはい、まあ、なんか問題あればコメントください。はい、取り急ぎは、9時半ということで、本日は参加者が決定しておりまして、6対6の2ライフで順番決定済みですね。しかしキャラは自由、はい、自由です。はい、はい、これは何だろう、多様なスト2力が問われるということで。そうですね、スト2の総合力が試されるところですね。まあでもそのサブキャラない人もいるんで、まあ、まあもちろんその人はまあちょっとまあ、はい、頑張って、まあ、ワンキャラで頑張っていただくという感じになっております。俺なんか欠片もないですから、はい。もう誰が相手でもあれですよ、ガイルオンリーですよ。そうね、まあ順番、まあ前回はワンライフ制のキャラ自由で順番も自由っていう、ね、でやりましたね。やってみたんですけど、まあまあでもそれらも結構ね、いい勝負になって、いい勝負でしたね。はい、なんか各チームで相談する感じがすげえ、あ、いいですよね。いいですよね。そう、なんかそのチームでどうするどうする、あいつ行ける行ける行く、どうするどうする、あの空気は、うん、あれはすげえっすね。そうなんですよ、あの考える時はね、特に自分のチームが負けがかなり続いてる感じだと、もうお通夜になるんですよ。これ誰なら勝てるんだよみたいな。やべ、どうしようどうしよう。そう、あれがね楽しいんですよ。なんか火曜日のバーサスの東西戦ってよ、もうすごい人数いるじゃないですか。まあまあそうですね、もう20人対20人、まあ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 、下手すりゃ多い時はもっと。そうだからね、あんまりねそのチーム感がないんですよね。まあまあ、それはもうでもしょうがないですよね。そう、みんなね、だけどまあこういうイベントでね、あれ、破天荒さんや。お、破天荒さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は配信から参加かな。今日は自粛かな。太平ガエルとジマガエルどうして探すみたい。ジマさんはめちゃくちゃやり込んでるもん、あの人。ジマさんはあれですよ、最近なんか優勝しまくってますね。めちゃくちゃ優勝しまくってますね。はい、はい、いや全然だろそれは。あの人今もう完全にメイン X ですからね。普段は深谷でやってるはずですけど、たまに大山も来てくれますね。てかやっぱ半沢直樹さんね、やっぱね正体不明なんですよ。そうだ、あのかなりね、あ、プレイヤーの方じゃない、いやね謎なんですよ。へー、その結構身内の情報を知り尽くしてるっていう。あ、なるほど。そうだから、これ誰かが撃ってんじゃねえ、誰か誰だ、半沢直樹誰だみたいなね。いやでもね、ここでね太平ガエルとジマガエルってことは、これサードも知ってる人ですか。サードも多分そうですね。多分サードの配信にも来てるんじゃないですか。これはなかなかね高度な動画勢の方の可能性がありますね。はい、俺もなんか以前動画のコメントで、はい、半沢直樹さんなんですけど、はいはい、ゲーセンで金を使わないのは男と黒田くらいだっつって。なんか俺の試合ばっか、俺の試合ずっと見てて、金がないときはそう過ごしてるんですよって言ったら、そういう風に。もうね、ないのはもうしょうがない。やばい、黒田もなかったから実際。あ、破天荒さん、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。来れるタイミングでよろしく。今日は動画勢、はい。じゃあもうどうします？そろそろ。じゃあ、あれ？あれ？草さん入ってな。
これは入れなきゃダメな人が来てない。これはちょっと入れないとまずいっすね。あのちょっとじゃあいや まだねぶっちゃけ間に合うんで、いやちょっと少々お待ちください。いやなんだかんだなんだかんだ集まるのがスト2勢、なんだかんだ集まるのがスト2勢ですね。デレローさんどうぞよろしくお願いします。こんばんは、デレローです。そうですね、なんだかんだ集まる、今回の各チームのリーダー、ワンピー側が、部長、はいはい、部長さん、部長さんですね、部長さんです。名前を伏せてほしいというちょっと察しのいい人なら分かってしまうんですけどあのまあ部長さんです。はい、うっかりマイクでも名前を言わないようにしないといけないっていう。なるほど、はい、いろいろあるんですね。いろいろあるみたいです。で 2P 側が、はい、京さん、なるほど、がリーダーということで、今日はケンケンで取り合ってもらったまあ感じかな。まあメインはケンだったかな。ああなるほどなるほどなるほど、はい、剣ね。で、まあ、まあ今から見て、まあ、まあ一応ルールの確認なんですけど、はい、今回は、2ライフ制、1人1人2ライフ制の順番固定の、順番固定でなんだけどキャラは自由という。なるほど、何使ってもいい、もうまあてかまあできれば違うキャラをね使ってほしいんだけど、まあ、まあ、ない人、ね、サブキャラが特にない人は、うん、全然1キャラでもいいよ、1キャラでもいいよっていう。まあやっぱまあスト2の真摯たるもの、いろんなキャラを使ってこそなんぼという意見もあればはい、はい、サブキャラ使うなんてもうそんなナメプーじゃんみたいなという意見もあるんですね。はい、はい、そうなんですよ、今日は久さんがスペシャルゲスト、初めてですね今回草さんがね来てくれたという。第1回小物道の覇者から、覇者です、ね、来ていただきました。そう、すべてはそこから小物道は始まったっ。そうですね、あの熱い小物道が。いやでもね、なんか毎回ね、うん、ゲストっぽいのがね、そうですね、なんかちょいちょい来ていただけますね。来るんですよ、ありがたいことですね。そう、2回転さんとかね、はい、そう、なんだったらまあ大会には参加しなかったけど、白龍さんも、ああいらっしゃいましたね。いましたからね。確かに、やっぱ大山ね集まるんだよね意外と。まあ池袋、まあ反対側じゃなければ割と出てきやすいのかな。まあちょっとね登場戦だっけここは。うん、ね。大変ですけどね。うんうんうん、はい。やっぱり西側北側はまあまあ集まりやすいのかなってところは。そうですね、はい、はい、そう、エクサー覇者、そう、エクサー覇者、そうね、エクサーってあと1回しかないからね、とりあえずね。え、あれ 8? だって、あれでしょ、年2回か。そうだけど次のエクサーの覇者で、なんかそのエクサー覇者同士でやる。あ、そうなの、わかんない、なんか違ったっけ、そういう話があるの。いや、俺参加してないんで。あ、そうかそうか、そんなことをマッツンさんが言ってたような言わなかったような。なるほどね、ちょっと今回チャンスだったんですけどね、あっさりやるシムに
ムーさんの男子に私は褒められてしまって、やっぱね、やっぱダルシムなんだよな、ダルシムに勝てるキャラ、ダルシム、はい俺はもうダルシムに勝つためにバイソンというキャラを選んだんだ。なるほど、もうこいつさえいなければっていう思いでやってます。ガイルはちょっと辛いよね。ガイルは無理だね。辛いね。あのガイルで勝てんの無敵さんしかいないんで、はいはいはい、まあでも小高さんもね、うん、7連勝ぐらいした回はダルシム倒してましたからね。はい、あれはビビった。まあじゃあ、あの配信台そのの試合で最後でお願いします。はーい。まあこのね、あと最後の一つっていうのがなかなかね、あの勝ちきれないですね。ここが壁なんでしょうね。まあね、そうですね。さ、の試合も終わったところで、じゃあそろそろ始めますか。そろそろ始めましょうね。はい、じゃあこれリセットしていいのかな。どうなんだろう。ありがとうございます。さて今日、ああそっか、割と、まあ、あと山本さんも来てるのかな。山本さんも入ってるよ。ああなるほど。いやー仕事疲れた。疲れっす。仕事が終わってからがね、忙しいんですよね。あーなるほど。仕事はまずタバコを作るとこから。それは別に忙しいとか。いや自分手巻き、自分の好きでやってることでしょ。自分手巻きなんでちょっとあ、そうかそうかそうか、準備とかね。忙しいんですよ。なるほどね。そう、内職なんですよ。本当に妥協するときは、もう、1分、1本でできん。おぉ。そう、1本につき1分でできんだけど、はいはい、スカスカなんだよね。それだと。冷たい。普通には?そう、冷たいときは、もう2、3分かかっちゃう。なるほど。30秒。まあ、慣れだそうですね。フィルター、はい、フィルター付きなんですよね。ちょっとね、持ち方がなんか、ちょっとラッパっぽいよね。好きなんか、いつも見てるビデオのやつ。あのね、そう。なんかでもなんか 声がさ入りやすくない。なんかいつも見てるビデオって何。いつも見てるビデオってなんで。 X ビデオですか。 X ビデオ、 X ビデオです。あ、そうなの。クロスビデオ。そうなんだ、知らなかった。そうですね。はい、じゃあ 1P 側の部長さんと 2P 側の杉さん、一人二ライフです。同じキャラでも OK。S バイソン、S バイソンでも OK。まあいいっすよ。はい。でも X、今年 X バイソンじゃないの?そう、2020年はスミさん X バイソンって言ってたじゃん。言ってたけど、なんかいまいちやんねんな。じゃあもういいや、じゃあ座って、もういいよ。じゃあ座ってください。始めますよ、2P。スギさん 2P。部長 1P です。部長さんが 1P です。まあね、かどうかは分かんない。かどうかは分かんない。かどうかは分かんないけどね。部長さん。あ、なんか、たい平さん、なんか。これ、リーダー、あ、2P 側とか 1P 側のチーム紹介したのかな。あれ、部長さんいる?あれ、部長?はいよ。はい、あれね、あの、部長さんね、名前伏せてるんだよね。マイクでね、部長さん。総裁選やりますので、部長さん、杉さん。で、あとその次、杉門さんと京さんになるので、の試合を、霧のいいところでやめて、そろそろ集まってください。お願いしまーす。はーい。いいかな?まあ、もうそうですね。名前入ってるんで。じゃあ、始めて、行きましょうか。始めましょう。よし、じゃあ、始めちゃいます。じゃあ、1P 側部長さん、2P 側杉さんの1キャラ目、じゃあ、今日何回だっけ?今日第4回。4回かな?そう、第4回目標と全然よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。やんややんや。今、店員さんがメンテに行っているので、マイクが、はい、まあ今デレロさんってなってるんですけど、私ハクと、男で
まあよろしくお願いします。ハック君よろしくお願いします。てかマイクってここへ出ることがすごいんだからね。すごい。もうとにかくすごい。ほぼ山がやり込んだらスト2は終わる。やばい。やばい。あ、やばい。なんかミスったぞ。これ深谷のあるよ。深谷の人あるよ。いやないでしょう。深谷の人はだってあれだもん、OJS だもん。 OJS でやってる？やってるやってる。この前やってた。誰だよこれ。わかんないんだよね。さてさて、1本取っているのは、はい、杉さん S バイソンですね。あー、そっか、2キャラだからかな。2キャラだからね。アントビー、あれアントビーじゃなかったのか。まあ多分2V1ですね。ほぼ着地。あー、なるほどね。おーっと、これはおっと、冷静。なんでアントビーが通るって、まあ、昇竜通っちゃいけないんだけど、うん、飛んじゃいけないけど、ラッキーでしたね。まあほぼ着地。着地でもリバーサル、リバーサーって出てたもんね。そうだね。だから投げれたのかもね、もしかしたら。ああ。でも多分一応 2V1 でがアントビーになるんじゃなかったかな。ここで出てきたのは、はい、杉門さん。杉門さん、杉杉門ですね。杉門さんです。アントビ好きですね。まあ DJ はいいでしょう。もう杉門さんと杉さんはね。あ、いいっすね今。着手する前に殴っていた。もうこの二人はもう毎回大山の東西戦に来てくれてね。はいはい。おっと強気。はい。武将豪気、あ、ツーピー強いっすよね。なんか草さんが。当日に来たので、はい、いきなり強くなりましたね。これきついし。いやーこれそうですね、太平さんのところに草さんが入った感じ。そうなんですよ、ね、だいぶきつい。まあいけるっしょ。近藤さんも、龍さん、草さん、龍さん、近藤さんっていける、いける。ゴンさん大将じゃん、かっけえ。もうやる前からね、負けること考えちゃいけないから。花粉症に合いそうな対戦だと。あーっと、ちょっと早かった。ここで、あるのか？あるのか？X バイソン、XDJ だったら、まあ DJ が有利なんですけど、まあ、S だと？これさすがにさすがに DJ 有利でしょ。これさすがに DJ、これは申し訳ないけど、うん、あの肘、全然 DJ でしょ。とりあえず打って、あれはヘッドが出たぞ。しゃがんでればヘッドが出たかなって感じです。でもね、まだ短波があるから。セブン、あー、セブン、これはあー、ガードしてる。何やってんの、何やってんの。体力、体力、体力なかったんよって。体力なかった、避けましょう。ちょっと待って、体力なかったからっていう言い訳やばくない？体力なかった、もう誰がどう見てもなかったよね、体力。それあ、今ブロッキング、今ブロッキングしようとしたのかな。多分ブロッキングしましたね。そうですね、多分下風呂入れちゃいましたね、多分今。多分そうですね。さて、続いて入ったのは京さん。え、京さん、京さんの竜。あ、京さん竜か。そう、キャラはね、自由、キャラ自由です。ガードしちゃやべえだろとかね。あのね、体力見てなかったからね。あーっと、ピヨっている。はいはい、そう、S バイソンはね、画面見ないでナンバーなんですよ。そういうこと、そういうこと。もうガンガン行こう。そう、もうストレート連発。ガンガン行こう。最速ストレート。出ます。昇竜拳ね、リュウさんじゃねえわ。京さん、ますね。京さん出るんですよ。出ます。出る。全部大昇竜。あの、ちゃんとね、歩きながらね、入力してるんで、ね、そして、急に硬い。急に硬い。あ、なんか剣。おーっと、これはあるのか。あー、やばい。あー、これ。これね、通るんだよな、よく。ジャンプ台系。3番手いきますと。ほぼ。ほぼ山さん。ほぼ山さん。ほぼ山さん、本題になりそうでしたね、今ね。キャラミス。あ、1キャラ目からチュンリー。ほぼも、ほぼモンドも ありそうでしたね、今。ほぼモンドありそうですね。ほぼモンド、すげえ言いづらい。これはまあでも、チュンリー有利の組み合わせなので。はい。ただ難しいですかね。いや、チュンリー側はこれ結構慣れが必要ですよ。
あ、負けた。ただとはいえメインキャラ、わーっとこの技なんだよな、食らって戦列。さすがちょっと危なかったかな今。さすが女チュンリーやわ。これがチュンリー意外と飛びが高いから間に合わないのかな。あとジャック、あれ当たるんだね。めくりに行く、コパコパコパ、ジャックエアスラー。うわー、めんどくせー、めんどくせー。あー、タチューバン。いやー、中足スライディングに中足、これはきついか。これきついな。これほぼ山の戦列切れます、来ますよこれ。そろそろ来そうだ。あ、来ました。あ、今のはスパコンで抜けたか。あー、今の機構はレンガかな。ワンチャンレンガなのか。ワンチャン抜けれたんじゃないのかな。さあ続いて現れたのはデレローさん。デレニー、ここでデレニーの、まあキャラ自由なんですけど相手チュンリーなんだよね。いや同キャラでもいいっすよ、もう同キャラあり。まあそのいやこれさ強いね、スーピー側。え、強いかな。あ、強い。あ、いける。いや、いける、いけるし、いけるよ。いける。2キャラ使えんだよ、言っとくけど。なるほど、こんな声裏返ってんの。おっと、今食うぐらいしたっすね、山本食うぐらい。山本食うぐらい。山本食うぐらいだよ。あーっと、選手。あのね、2キャラ使える。背中。背中、背中、やばい。おっ。あ、いやー。2キャラ使えるってことは2キャラともクソキャラを使えるってことですからね、言っておきますけど。いや、逆もあるっていうことだからね。まあ逆もあるんだけど。山本投げ山本剣、山本投げ、やばいやばい、チューチュー。おーっと、これはわーっと誘ってタチシューパン、ほぼ山パンチが炸裂。ほぼ山パンチですねこれは完全に誘ってましたな。誘ってましたね。もう中、あ、でも中足やっぱ早いもんな。いや昇竜、あ、だだ大昇竜なので、あ、ちょっと深かったですね。深かった、やべ。おっと、なぜか掴まれているのは山本選手。な、間に合ったぞ今投げて。なんだこれは。まあ、なんだかんだで体力が5分なのでいい勝負。ここはほぼ山歩きが、あ、やばい。おっと、膝強気にいって、あーっと、受け身は取っている。シーソーゲーム。なんだこれ、なんだこれ。やっぱ食らって投げると投げやすいんだよな。男ですね、男。はい、デレローさんよろしくお願いします。お願いします。おーっと、男ガエル、復活のガエル、復活のガエル、知らないおじさんのガエル。そうですね復活の G、 これは違いますね。このじゃないはずだが、ただ男ガエルがリスペクトしている兄ガエルから。なるほど。さあソニック、おっと男攻めき、あとリフト、おお、今のはトルネーディー、うん、いけそうだな。そうか、あー、突き抜けた、フルヒット。おっ、あるよ、めくってあるよ、めくってめくって、もう一回投げる。うわ、男らしい攻めだ。もうそれだよね、もうそれはもう、ね、よぎるけど勝っていた。さっきのリフトのところは、まあ、トルネーディアッパーだと落とせる感じですかね。だね、難しいですよね。いてて、ただ今度は男硬いぞ。硬い感じですね。くぐろうとしたかな。出た、くぐって、くぐって、男が出たら飛ばないってあの急に硬くなった。おっと、高い位置なんか今テンションっぽいが前ジャンプ小キックおーっと、おー、かっこいいフライングメイヤー。今度は投げ返して歩いてくる。おー、下がる下がる。おっと、で体育しっかり。おっと、潰されてダブルダブルか、あー、出しちゃった。おー、次、草さんお願いします。さあ、ここでゲストの、早すぎ草さん1キャラ目ですね。
ここはぜひキャミーとかでお願いしたいところやっぱりやっぱりこれはやばい。じゃあ誰が止めれんのかな。これはやばい。どうやって止める。ここは男ガエルがやってくれないとやばい。相当やばい。おっと中盤ソニック、ソニック血足で酔っ払って、おっと踏ませて、おいしいぞ。裏剣、おっとっとっと相打ちだが冷静。うわ飛んできた。あーっと一丁、これはやばいぞ。次はさあどう。あーっとサバ折って、おーケツ。あれめくりなんだっけ。あれはまあリバーサ投げがよかったかな。あーっとケツ、これはやばいぞ。ガードしている。お、これは後ろたっぷり確保して、距離がありますね。うわでもそばっと怖いな。あースイープが届かなくて、うわー嫌なタイミングで飛んでくる。おーっとリーバー通過、今のは漏れたっぽいがピオリーチだった。そうですね、うさんくさい。勝ちゃええやともう何でもいいから勝ってくれ。あーっと今の頑張れ、リバースピンキックに中パンチが大パンチか。サマー、あ今サマーで落としたのは美味しい。いやこれはあるのか。これは中ガイチペース、裏負け、これはいけるのか。冷静、冷静だった。続きましてリュウさん、急に冷静だった。男くんって言いづらい、大体男だし。もう男で、男でいいっすか。もう男で男でもうちゃんここで出てきたのはリュウさん。リュウさんのリュウですね。おっと今なんか竜巻見てから、だいぶ見てからソニック打ちましたね。折れたのかなっぽい感じですね。いて、おっと裏剣、裏剣、これ龍さんの龍止められたら助かるぞ。これはあ今のはこたつで狙ってますね。これピヨるぞ。裏剣、確かに男ガエルたまにやる方が強いです。それある、確かに男ガエルすごい強いですからね。ソニック、ソニック、裏剣、うわいい飛びたかった。これは投げて受け身取っている。ソニック前飛ぶ、リュウさんも負けてないですね、うん、これはあっとスカッタスタブで近づいて、おっとあっと竜巻合わせて中央層見ている、投げてる5分ぐらいか。おっと一発もらって真空チャージ完了。あっと今のは誘って投げ落とした。あっとアントビー真空しっかり決めていた。もういや今ちょっとなんか今確かに一瞬高いようにも見えたんですが、うん、アントビになってました。踏まない、さあ波動のソニックが総裁で、おーっと立ち合いパンタイク、うまい。おーっと立ち巻き、さあたまるぞ。どこで打つ、おっと足、大足で刺している。真空ガード使って、さあ押し戻す。おっとソニック踏ませて、美味しいぞ。めくりを、大中パンサマーめくり、おっと逆出ちゃった。金中パンが出て竜巻を潰している。飛んでいる、男ガエルやるな。そうですね、ソニックも早いけど、うん、攻めもいい攻めをしますね。あの鋭い飛びがね。そうですね、技の振り方が相当、うん、いい技を選んで振ってる感じですかね。おっと近藤さんが1キャラ目からバルロー。おっと、おっと、いやこれ大概なんじゃない、ね、これまあどっちもですこれは大概説ありますよこれ。一つありよし、これはこのまま男がやってくれればいいのだが、れれば、ね、そうですね。まあでもこれガエルだから全然あるぞっていう、ちょい有利が、ちょい有利ぐらいよね、まあ、回転が早いのと、うん、ただ裏切りのジャンプ中盤とかリフト裏切ったりするんで、うん、
まあ一瞬で解ける。そうだね、立ち回りはガイド有利だけど爆発力はちょっと DJ かなってところですかね。このままあーっと、あーっと、ふあーっと、おーっ、ぐらいうまく逃げたけど、いてていて追いついてきた。あーっ中足お茶目だった。今のマシンガンはそうね、うん、よくあるやつ、よくあるやつ。どうかな、メガネ中足対抗しようとしたら中足デビリバになるやつ。あるあるなんだね。斜め前とか入っちゃう。あー、そうかそうかそうか。今のはエアスラがマシンガンになった感じですね。おー大事、うまいぞ、えらい。おー投げられて、受け身、投げられて、受け身取ってない。サマーで返す、おー、あっちー、そう、あー逆行っちゃうんだよね。そうなんだよね、今のは何がいいのか、投げかな。おぉ怖え、グーグライ、グーグライ、ピヨーイました。安いが、おっと、あるよ、あるのか、あるかな、あるよね。これはもう相打ちができない。立ち台系、いやでも頑張りましたね。さあ次はハックン頑張ってください。今の何今の何行くぐらい、行くぐらい、行くぐらい。いやいや、でも初めて、初めて見る動きが今この動きは何だろう、この動きは何だろう。やばい、でも強かったね、未知との遭遇だったな。でもちょっと、いや、まあね、よかったよかった、うねがえるにしこたま鍛えられたんで。そうだね、はい、天国のうねがえるもにっこりしてると思う。天国のうねがえる見てるか。さあ続いて現れたのは、あ、ハク君の、ハク君の竜、はい、白い竜ですね。いでいでいで、これはなかなか辛い。いやでもこれ、ね、竜有利なんで。そうなんだけど、はい、でハク君も DJ 使うんですよ。あ、そうかそうか、はい、なのですが、はい、展開がちょっと悪いですね。もうちょっと間合い開けたような気もしますけどね。空ぐらいしすぎた ね、 そうだね。いや、ここまで、ここまで握れないもんかっていう。これはベガきついわって思いました、さすがに。あ、いてていて、やばいやばい。お、波動でこかせて。あのね、近藤さんの DJ もね、めちゃくちゃね、嫌だね。そう、嫌なとこついてくんだよな。これが強い。さあ飛ばず、いい周りで飛んでくる。飛びがやりづらいね。いや、てか飛び落としたかったのが、あ、下手くそって今叫びましたね、自分で。いやでも悔しいな。いや、やばいっしょ、今の下手くそすぎでしょ。キャミーなら出てたね。いやキャミーなら上で、今のやばいでしょ。超下手だったんだけど。さあ、続いてはガンさん。はい、ガンさん。ダメだよ、自分の負けをそんな引きずってちゃダメですよ。今ね、キャラね、だいぶ迷ったよね、今。まあ、DJ 迷うよね。後ろ見たら、うん。2代目。でもガンさんがやってくれるのか ?2 代目 PCO なんだよ。2代目 PCO。だいぶでも、丁寧ですけどね。そうです。あまあ別にペコさんが雑草言ってるわけじゃないんですけど、おっと、これは勝利は、あ、レンガですね、今のは。さあ、GAN 勝利、 GAN GAN ガン、ギャン、ギャンみたいな、ね、GAN ギャンみたいな感じだよ。ジオングっぽい感じになってる。さあ、おっと、大事、大事、おっと、ジャックを出させて、これは美味しいぞ。あのね、壊しね、うん、止まるんじゃないスライディング。止まるでしょ。うん、止まるよね、多分。バイソンでも止まるんだもん。まあ、絶対止まるね。まあ、近場の壊しレンダー強そうだ。まあ、壊しね、なんかそばっと見てから止めるとかできんじゃない。できると思う。ね、ただ、瞬発の連打力があれば、全然 ね、 ね。うん。まあ、てか、スライディングが発生遅いから。タコ様張りの歩きながら、コパン連打みたいな、あれぐらいの連射力があれば。おっと、引っ掛けて勝利出る、よく出る。ここはあっ、コーパン連打GAN GAN が止めた、止めた。ここから2周目ていうか、これいい感じにお互い並んでますね。なんかいい感じかな。いやいやいや、いい感じだ、いい感じだよ、いい感じ、これはいい感じだ。あ、いや、順番ミスってないよ、これはミスってない、ミスってない、ミスってない。ここから、ここからギャンが、はい、ギャンが
そして杉さんがなんかぐちぐち言っております。まあ、あの人これはもうきついんやけどって言ってますね。あの人自分の使ってるキャラにすごいぐちぐち言ってますからね。杉さん S 剣にもアントニーしますねこれ。うん、やばい、男らしい。もう男、実質もう男の座を奪われてるまであるんで、あの俺より男らしいよ。男らしい、男らしいってか血迷ってるよね。血迷ってる、もはや血迷ってる。あーっとグランドが刺さる。おっと2、あーこれはおい、このバイソン前しか進んでない。これはもう男男、いやあのね、あの必殺技でしか前進んでない。やばいやばい、これはやばい、もうこれはやばい。あの S 剣戦なんですけど、結構ね、はいはいはい、バイソン側も慎重な動きがね、あの必要になってくるんですけど、もうねそんなめめしいことしないっていう感じで。これはそうだって突っ込めば当たるんだもんっていう。これマスクしないで通勤ラッシュありますよこれ。 あるなあ。ーっとやり返す、まあさすがにといったところで。いやこのご時世も人混み短波でもう突っ込むぐらいありますよこれ。ありますね。これは見てから、あー昇竜、こっからはい中和シャドウ、あーあと大昇竜、あーまあ、ひっくり返っちゃったんでね。贅沢ガード、あーピオリソータが、あーこれは熱い、どうなるガンさん、コパコパ、これはあさっきの二の舞にならないように、あー大足に大足、勝ったのは杉。今のは大昇竜だったかな、難しい。なんかいきなり冷静になるとこがこの短波ためすぎの怖いところ。急にね、あのキャラ対してくる。そして部長がはい、あの設定がボタンを押してもう無茶苦茶ですね。木曜東西戦はこれリーダーちょっとリーダーそこ押しちゃいけないんで、ここから部長がステージを変えて、はい、そして豪輝をいや豪輝かよ、部長のメインキャラ、あー下がっと竜、まあ、S 下がか竜かで、まあ、下がっと竜、下がっと竜では豪輝は出ない。あれ今出た、あなんか普通の X っぽくね。ああ出た、あ出ましたね。これは 2P カラー、はい、これ伝説のカラーですね。シノニー、これはいやこれはあのシノニーに伝説のあのそうですね、まあ小物道とかでやりましたけど、結構ね、あそうだね、紙カラーですね。 T ボタン、あそうですね、 T ボタン押しちゃったですね。これは杉さんが突っ走るのか、あのねもう突っ走るしかないんですよ、まあ、そうですね、はい、まあ S サーガーは試させる前にガンガンやりたいところだが、そういうこと、もう弾を打たれたらもうねダメだから。これは止まっている、あーなぜか食らっている。まあ技出したら食らっちゃいますねあの距離は。さあ杉さんがぶち上げに来た。そして一周回ってまた杉モンカードですねこれ。はい、よく当たりますね。ただ今度は S じゃなくて X なので、はい X なのでね、まあでもスパコン、まああのガイルに比べてエアスラが硬直が長い、長いね、長いのと、でもねただ発生が早い、あと中足が強い。でもバイソン側だとねマジで弾が感じる。てかこれあれだよね、 DJ ユリっていうもんね。そう DJ ユリ、 DJ ユリしゃがみ中盤が強い。マジでね進めないからあ、いや俺も逆も両方やったことあるけどどっちも難しい。あそうそうめくりも難しいしね DJ 意外とむずい。おっととりあえず出して、おっとお今確定か、いや今のはね今のどうだろう、なんかね今ヘッドは打って切れそうではあるけどね。ねえなんかここで一本取ったのは杉本さん、ヘッド、あおっとあれ何仕込むのがいいんだろうね。いやまあヘッドでもよく当たるし、ヘッド出るのあれ、あと中足とかね、あ中足はもうめちゃくちゃ潰すから。あーでも危ねジャックが出てる時の仕込み、おっとリードしてるのは杉本さん。結構ねこのカードストレートとか使うんですよね、で相打ち、あーなるほどね。そう手
そんなに出てなくない？そうでもない。いや、そうでもない。出てるか、外力比べたら出てんのか。たまにね、一本勝ちするから。バイソン。あ、そうなんだ。バイソンの一本勝ちするとき。おっと、勝ったのは、杉本さん。ね、DJ 通常技強いから、まあ、バイソンも大概なんですけど、中足、中パン。うん。大パン？大パン。しゃがみ系が強いですよね、DJ は。ほんま強い。ここで、京さん。京さん、来ました。京さんは、あのトップスピンとかをめっちゃ使うと思いきや 2P 側にいるので、はい、これは多分そうですね。あのじゃんけん 1P2P のじゃんけんに勝った時、まあ、リーダーなんですけど、はいはい、さんが 2P で、あー、即答です。即答。まあでも基本的にコマンドキャラだったら、まあ 2P 別に京さんでなくとも 2P がいいかなっていう感じしますね、はい、という風潮はありますよね。いや、ちょっとこんなね熱い試合見せたら俺もちょっと脱ぎたくなっちゃって、ちょっと脱ぐわ。はい、急に脱ぎ出す。お互い飛んで落としているのは京さん。おっと、ステルス波動を結構、そうですね、飛ばされてる感じで困っている。おっと、これはかだが、おっと、おーっとか、コパコパコパ中パンソバット。このコンボね、やりやすい上に超強いという。そうですね。なんか背でかいキャラとかもコパ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 ジャックとかでいいからね。恐ろしいっすよ。スパコンまで。俺もカーシムさんの DJ に後ろほどやられたわ。あー、簡単だからね。恐ろしい技です。キャミーとかあれでピョるからね。マジで。やばいね。さあ、弾の打ち合い飛んでみたけど、しゃがみ中パン、これは取り返せるのか。そういえばこの二人は池袋でよくやってる組み合わせです、ね、あ、そうですよね、はい、なんかこの間も。これはでもまだ分かっと、しゃがみ中パンで中足を潰している。しゃが中強っ、やばいな。あっと、中足置いてある、あるのか。エアスラの出が早い。あっ、あー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 、反対側に出た。今のはバックジャンプ強系で死んでたが、時間がない。あー、これは多分、あー、やってる。これは DJ が勝ちですね。あー、勝ってるね。いやー、ぐちゃぐちゃ、今一瞬ドット一緒ぐらい見えたが、ぐちゃぐちゃの中勝ったのは杉本さん。ここででもなんかここ一番の暴れ時でちょっと負けるっていうのはちょっと共産的にはちょっと悔しそうですね。結構共産も、いや、惜しかったですね。はい、ファンタスティックな動きしてくるんで。あ、ここでオナキャラ来た。オナキャラ、オナキャラ、さっきと同じ組み合わせ。そうですね、さっき勝ったのはオナ組でオナキャラ。さっき勝ったのどうしたっけ。さっき勝ったのは山本さん。山本さん、いや、山本さんだよ。ここはリベンジができるか。タッシュパン、あー、強い判定が。ソバット、飛べば勝てる、飛べば勝てる。お互いこけない。いや、お互いお互い飛べば勝てるかもしれない。悪いこと吹き込んでいる。あ、ほら、あーっと、投げ、今のはスライディング出しちゃいましたね。あー、やっぱ女、まあ、今のだったら、まあ、暴れるとしても中足とかかなっていう。女投げ強いですからね。女2回はね、そうっすね、強い女ですね。かなり女、強い女って何だよ。強い女です。実際強いよね、この女。この女強いよ。なかなかやる女だよ。ここで女が女が盤石。でも球の打ち合いだとこれ本当に飛んだ方が、あと飛び落とした方が強いよね。あー、まあそうだね。うん。だから PECO さんも言ってましたけど、はいはい、これはもう飛びを通すゲームだっていう。ああ、なるほど。はいはい。そう。ガエルは？ガエルもやっぱ飛び？はい。なるほど。やっぱはい、ね、男さんがやっぱ、そうです。参考になるわ。ガエルも飛びます。おっと、クルージングできるのか？これは突っ込んできそうだ。ああ、なんだこの削り。これは、これが女か。いやー、これはほぼぶっぱ元ですね。これはぶっぱ元。まあでも今時間管理が、そうですね、もう山本さんはもうあれしかないという
や山本さんでもよくね時間見ない癖がちょっとあったんですけど、あ、そうなんですか？今回は時間見てましたねちゃんと。ああ、なるほど。たまたま、え、もうこんな時間っつって、だからタイムアップになるから反対側から聞こえてくるの、ね、さっきあのゼロドットで ガードした人もいましたよね。あ、そうですね、ゼロドットでガードした人もそうかもしれないです。あれはブロッキングしようとしたんだって、まあ、あのそうブロッキング、おーっと出た、あの着地に中腰合わせるやつ、デルローあれ食らうんだよな、うん、おーっと投げ返してる。着地に中腰はね結構デルローさん使いますね。着地中腰ね結構ね食らうんだよね、まあ、人読みね、この人、あーっと勝利出る出る出る、この人やるなっていう人だと反応できるけど、たまにやられるとマジで食らうよね、あれ食らう。おっと投げ受け身取ったが、ファイヤーで同じぐらい返ったかな。おっと投げている、なんかめちゃくちゃ深かったね今の距離で投げれるってやばいっしょ。もうしょうがない、振り返るモーションないからね、このキャラね。めっちゃ飛んでくる、めっちゃめっちゃすなんだあれは、めっちゃクルリンパしてるけど、結構デルローさんの方がいい動きしてんのになぜか体力はいい勝負。いやー、あ、これはそう、トマダさんの言ってる通りだ、投げ返すシックガード、あ、あー食らった、小足投げ、強気だな、強気、いやー勝負強い。いや今ここからボスラッシュ、草さん、龍さん、近藤さんという、やばいやばいでしょ流れですけど、まあこっちもやばいから、男さん、白さん、菅さんだろ、当たり前だろ、こっちやべえから、やばい、ここでチュンリーか、やばい、いやいけるいける、これはデレローさんが止めてくれるのか、はい、破天荒さんのチュンリー戦を思い出せ。ファイヤー、これ美味しいぞ。中足。でも冷静ですね。でもちゃんとチュンリー戦、まあ、仕方ない、チュンリー戦やってるんで。いて。デルローさんも。ああ、もっと。ああ、足が美味しい。これはあるのか。あ、あっと使った。ああ、確定昇龍。うまい。中ゴスガードしてる。昇龍切り返すのうま。やば、今の。もう今入れるしかなかったって感じですかね。よく出るねっていう、出たね、よく出ますよね。たださっその後冷静に草さんも中腰をガードしましたね。はい、しかし勝利、あーやーやー、あそこは波動を誘われた。まああれは難しいっすね。いやでもね打っちゃうよあれ。俺だったら今ので2ラウンド分ぐらい死んでたかな俺やばい、今ので完全にちょっとメンタル面でやられてしまったところがあると思うんですが、冷静にいきたいところですね。まあここで流れに乗らせたくない、やばい、おっと、まあ、カス当たりでガード、受け身が取れてない、中足がしみる、これはあーガードしている、ガードしてるな、あーシンク出しちゃって、これはダメージ源がやばいやばいやばい、足の振り合いは怖い、あーっと昇竜は当たりにくい、やられた。ここで行ってきます、男さん、これはやるしかない。いや惜しかったですねデリローさん、止められなかったね。いやめっちゃ惜しかったですよ、あの昇竜あれ、あれは気持ちよかったですね。これがね差ですよ。いや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 、最後も惜しかったですよね。もうここで出てきたのは男 X バイソンですね。あーっと強気に行きすぎた、男が過ぎた、おっとおしゃれ、おーわーわー、いなされてく、もうおしゃれコンボで心をへし折りに来る、中足で潰してうまく飛んだ、男が当たんないのあれ、男体力リードしている、さあと相打ち、おいしい、あ、今のはスパコンっぽい、あー、食らってる、あるのか、あー、惜しい惜しい。じゃあ、ハック君お願いします。いやー、あの、場はね、温めといたんであとは大丈夫だと思いますさすが、はい、我々の副将大将が頑張ってくれますよ。いや、ここはね、ちょっとね、かなり男らしい女にそうですね、ちょっと仕上げていただいて、女対決、はい、
なんかどっちも男。いやでも同じ女でもね、キャミーはかなりね男属性が強いあのキャラだと思うんですよ。より男に近い女であると。はい、まず弾を持ってないというところ。なるほど。で、特攻対特攻でスタイル。弾がなかったら女なんじゃないかって気がする。弾は、いやまあ弾がないのは女ってなんかもしんないですけど、チュンリーは弾持ってるんで。うわ、うめ、ビンタで落として、いてててて、いやつらいわ。いや、でも俺は信じてます。まだ、まだある。我々のハックンがやってくれます。はい、中足。さあ、でもこれ玉狩りきついが、これは美味しい。いやー、くも投げられて、今のもったいね。さあ、うわー、全て置いてるのかよ。中台向こう側行って、やべ、この女勝って硬いね。うわ、強い爆心、さすが。いやー、でも悔しいですね、今のはね。さあ、さあ我々の無理だよじゃないんですよ。やるんすよ。もうね、やる前から負けることを考えちゃダメです。猪木さんが若手のホープ、大将ガンさんですね。さあ、なかなかこの対戦も見ないんじゃないかな。そうですね、うん、大山でしか見られません。まあそうですね、西日暮里では当たらない2人ですよね、はい、なかなか。そうですね。しかし波動で押して、ガンさんもストツ始めて1、2年だったかな。1年未満ですね。1年未満、まだ始まってない、まだ1になってないです。ですが、あのかなりここ最近上達メキメキしているという。まさか若手のホープ。しかし S 剣チュンリー、まあ、これもねかなり難しいカードなんだね。 うわ、ナイスカード。投げ、まあ、投げましょうがないね。やべえ、元キック。そうなんだよね、いい飛び。そう、飛びを通せば勝てるこのゲーム。ああそうだね、うん、冷静、さすが。いやでもな、ワンチャンあったな。なんかこの体力結構惜しかったな。うまい。 S 剣の爆発力だったらあそこから全然ありますね。はい、殺すことはできる。結構ガンさん冷静なんですよね、うん、そうですね、間合いは見えてはいるんですが、うん、このチュンリーというキャラがね、キャラがもう慣れないとね、いててて。ああ、そうなんだよな。うまい、さすが。勝ったのは 2P 側です。おめでとうございます。あ、というわけで、はい、エキシビジョン、エキシビジョンありますよ。ここからはエキシビジョンです。次はリュウさんの2キャラ目ですね。はい、いやいや、というわけで、まあそう、ガンさんね、めっちゃうまいんですよ。うまいんですよね。技出ないね、ちょっとスランプ気味だと。さあ、エキシビジョン、はい、あのリュウさんのベガ、ベガですね。青年カードですね。そうっすね、ベガは30分でいいやつですね。スラ踏んで、そうだね、ベガはね30分だけでいいんだけど、チュンリー側は1000年遊べるカードなんだよ。それはチュンリー側がいじめてるだけじゃねえか。うめえ、うわっち。でも安くすんだ、いて、うわっと。宣伝カード、遊戯王みたいだな。確かに、うまい。これはどうなるんだ。おー、やる。あれは表かな、裏かな、裏っぽいかな。まあでも大開幕ダイブル2が入って、え、投げで返す。飛行、うまい。デビリバで避ける。いや、ゲージが溜まっちゃうんだよな。投げて、あ、ジップカード、もういいですって言っちゃいます。ハク君、確かに確かに、一試合ぐらいでいい。ハク君が後ろですげえうるさいんだよね。ずっと千年千年言ってんだけど、ずっと千年千年言ってんだけど。いやでもこのこのカードもね、お互いその勢いがつくともうそっちにブレちゃうんだよね。千年投げ、千年機構、やばい、千年水じゃん。
やべ、これあの垂直ジャンプジャックキックかな、辛そうですね。いやだから画面走るだけはね、確かにこれ1000年続いちゃうわ、うん、もうずっと投げれるわ、1000年間ずっと。これはチュンリー側の差し加減でしょベガ側の意思とかどうすんの。いやマジでね、ベガね画面走り抜けれないからね、かわいそうすぎでしょ、本当に難しくて。うわー、これはうまい、草さんやるな、クータイク。さあリュウさん、ここからあるか、スラムガードめぐりデビリバ、でも時間がないんだよな。そうだね、確かに。やばいやばいやばい、ガード投げる、裏に行ったか、いやー惜しい、時間を使われた。さあ最後ですね。そうですね、これで最後の試合になります。試合目、近藤さんですね。さあ近藤さん、さあ出てくるキャラは当然バルログだ。もちろんバルログです。さあチュンリーバルグ、もうこれストロングスタイルですね。もう断脚応答対中ですか。いや、はい、そうですね、確か、いわゆる、いわゆるそういう話になってくる。中、中、中が来た。あのね、男的にはね、まあお互いその女キャラなんですけど、はい、あのバルログは弾がないんですけど、はい、あのもう動き方そのものがね、結構ね、そうね、恐ろしい。確かに、まあ、そうそうそう、ゲームが違う、ね、まあ、君たちは X 部にいた方がいいキャラですね。あーやばい、これがテラーが3ヒット。誰だよテラー作るやつ。うん、このテラー3ヒットはこれ豪気の竜巻バリに強いですよね、本当に。千年、千年、もう千年、うまい。ダイヤシー、そう、二大女キャラ対決、どっちが真の女かっていうまあバルログは男ではあるんですけど、ね、お、あーやばい、うまい。これはさあお互いリーチ、いやこれは熱い。バルログも爪取ってその後拾えるんだったら、なんかバイソンもグローブ投げてそれ弾扱いにできないからみたいなで後で拾えるみたいな欲しいですよね。なんか国尾くん感出ちゃう、国尾くん感出ちゃう、大丈夫、確かに、確かに国尾くんになっちゃうそのゲームが、ね、もうスピニングで、うわー、嘘でしょ、あれ当たんねえのか、うわー、やる、やる、いやー面白かった、素晴らしい、草さん、草さんでした。いやー、エクサーチャンプ、いやー千年だったわ。いやーでもあのスカイハイクローが、うん、そうね、ちょうど当たらない間合いで止まったのがかなり肝でした ね。すごい素晴らしい、いい試合でしたね。いやー鶴巻でやってっからはやばいでしょということでね、あの、はい、第4回木曜東西戦は、まあ、2P 側の勝利ということで、これにて終了とさせていただきます。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はーい、では皆さんの試合楽しんでってくださいなと。はい、まあ、この後、まあ、いつも通りの試合の配信をやるので、まあ、何かつまみなり酒を飲むなりしながらね、過ごしてってください。皆さん、あの、明日は金曜日なんで、最後なんで、明日一日乗り切って頑張りましょう。俺も頑張る。ちょっと吸ってきますうわーマジショック。お前千年千年うるせんだよいやもうなんかさ、後ろで千年千年うるせ、もうね、俺が喋っ今うっせんねんって言わなかった。うっせんねんだよ、もうね、うっせんねん、もうちょっとじゃあちょろっとやったら時間ねえから帰るわ。もう、あ、もう帰るんだ。もうね、あれだよね、負けてこう吹っ切れたよねこれちょっとだけやって帰ります。お疲れお疲れ。さ、配信台の方は逆か、龍さんの龍かな、そうだよ、で、ハク君のベガンだ、ハクベガ、波動波動、
あ、これハグ君がベガなんだ。うん、そうそう、逆逆っぽいとか、ね。あ、大将。いやでもね、結構クサスさんのジュニーにあそこまで追い詰めるのはすごいっすよ。小物出た方がいいっすよ。小物出た方がいい。本当。面白いっすよ。僕負けてますけど。僕は負けてますけど。いやでも多分ガンさんは来年あたりなんか呼ばれるかもしんない。打診があるから楽しみ。そういう、そういう流れかも。じゃあそう、草さん今日小物、確かにもう小物道のプレイヤー探してるから、やらないかって。そう、スカウトされるかもしんない。そう、でもスカウトいきなり来るからね。俺もいきなり来たから、突然の決定がね。ハーデストボーイ君とやらないっていう、えって感じ。でもあれほんといいイベントでね、まあ私なんかもだいぶまあ、練習する機会にもなったし、そのどういう風に勝てばいいのかなっていう考える機会にもなるのでね、特に勝敗も大事なんですけど、その過程も大事かなと、でも勝ちたかったな。勝ちたかったね。まあみんな勝ちたかったんですよ。そうね、負けたやつはいないの。中にはもう 10-0 で負ける人がね、まあ誰とは言いませんけど。でもこの間勝ってたからね、大会でも。この間は勝ってました。そう、はい、ああいうのがあるとね、楽しいよね。でね、まあそうですよね、ほんと、ハルキハルくんがね、大会でやったってのはね、すごいいいのかな。やばね、もうね、分からされた人、分からされたやつにはね、もうね、分かってもらうしかないんですよ。そうもう、しかも、の試合とかじゃなくて、ちゃんとでっかい大会で。そうですね。そうなんです。まあリベンジね。俺はまだ分からしてない。分からしてないやつが多すぎて困ってる。もう俺はまだ足りねえん。小物道は若手が見たい。確かに俺も見たいっす。HD でこの間やったんですよ、若手同士の、あのクルベガ君とハイビギ君の、ハイビギさんね、ハイビギ君って言っちゃったけど俺ハイビギさんより年下なんだよね、一応ね。一応じゃねえわ。結構年下だわ。ジャニーズ式？あ、そうか。年上にはくんづけてジャニーズ式なの。マジか。だってもう一定以上行くと勝手におじついちゃう。そう。勝手におじついちゃう。確かに。いやーでもね、あれ皆さん HD の銃先見ました？見てないか。見てないな。あんまり見てないのかな。いやでも結構ね、生配信の時、結構視聴者数がいたから。おう、そう、あのハジさん主催の、いやでもね、あれはすごいね、いろいろ面白かった。いろいろ面白かった。ほんとね、一つイベントやってますからね。なんか今日だったかな、第2回のジャンギ、龍山寺戦もちょっとね、配信もあったみたいですし、後で見ないとなとか思ってあげたんですけど。第2回やったんすか。うん、なんか動画上がってましたよ。あ、マジっすか。うん、また教材が増えてしまう。見よう。うわ、波動。そして画面が龍山儀。そっか、画面も龍山儀だから、ね。そうなんですよ。まあ5分、6。若干やっぱ残儀有利な気がするんですけどね。どうだろうね。残儀有利、個人的には。もう、微有利。5.5 ぐらい。その残儀に、まず、玉抜けがあるという。ああ、そう。ことがかなりでかいとこだと思うんですよ、うん、しかもちゃんと中距離近距離で、できる人相手になるとかなり難しい。難しいね。そして駒投げこれもね、なかなかね、あやとなってくるんです。そうね、リターンがやっぱちょっと残機能がでかいような気が、でかいかなって感じがあるので、なかなかね、立ち回りはまあ同じくらいか、竜の方が楽かもしれないけど厳しいね。でもね、この間のタコさんもすごかったですからね。あれはね、伝説になりますね。あれは泣いた。泣きそうになっちゃった。泣いた。もうだって5本ぐらい差があったんですよ。そっから18か。そう18まで持ってきた、その、しっかり持ち直して
あ、そうっすね、理論値だけで見ればね、全部ね、残儀有利になりがち。リターン超でかいってことか。お、黄ばんでますやん。ただその理論値出すのがね、むずいんだよね、残儀も。ほんと職人向けのキャラなので。大足すげえ、今の鋭すぎだろ。残儀の大足は先生の多いですからね。おいででででま、こういうね、タイムリーな、まあ、熱いカードの配信は。え？弾いてた？弾いてた？あんまり見てなかった。弾け、ちょっと弾く、弾くとき、ごめんね。もう一回やってもらって。ちょっと弾くときさ、ちょっと弾きますって言ってからにしないと、わかんないよ。ごめんごめん。弾きますって言わないとわかんないよ。俺、残儀素人だから。青サイさんからですね。弾くか？弾くか？おーっと今ちょっとミスりましたね。弾け感が出ましたね。うん、でもあんまり弾く弾くマイクで言ってるとね、弾けなくなっちゃうよ。そうでしょう。何も分かってねえくせに言うんじゃねえって怒られちゃった。あ、今なんかちょっと弾けっぽかったね。いやー厳しいね。いや画面端もね、やっぱね、画面端まで追いやればね、竜でもかなり美味しいところが出てくるんですけど、ただ結構その竜側もなんか後ろによく下がりがちじゃないですか。そうだ、ね、バックジャンプとかしてね、だからどこで帳尻、どこで帳尻を合わせるかっていう、やっぱね、波動をダブラリで抜けられても当たらない距離にいたいんですよ。近いと当たっちゃうし、遠いで先に回させてダイヤして切りたいかな。ああそうっすね。でもこれは熱いよ。うまい。ああ白に残儀のさ、タンクトップってさ着てないじゃん。着てないね。普段着てないけどさあ、そうか、パンツだと分かんねえから最近思って。あの肌の色だけで判断するのが難しいんですよ。ターボカードだっけ、あの傷がなんか黒いやつ。ああ傷が黒いやつはターボ。ターボだ。あるから分かるけど。あ、いやいや、色がねないってか、つかそんな使えないからね。そう、確かに。口の中が青とか。そう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 。そう、タンクトップの話で言うと、ガエル、ガエルも、うん、しかし俺は君を捨てたって言ってる時、あのエンディングあるじゃないですか。はいはい、あれもタンクトップの絵描かれてないんですよ。あ、そうなの。なんかいきなり上半身裸になってる。なんか脱いでる。なんか脱いでるように見える。おーわっち、なんか脱いでるように見えるんですよ、ガエルのエンディング。え、お前いきなりどうしたみたいな。なんで脱いでんの。なんで脱いでん、なんで脱いでん。半裸なの。まあガチレスすると、はいはい、あの構えてる拳がちょうどね肩のあたりにかぶってるんですよ。でもそれにしては明らかにちょっと着てないよなっていう。なるほどね、なるほど。まあアキマンさんも言ってましたけど、はいはい、あのエンディングは突貫工事だったね。あ、なるほどね。らしいです、まあ、もうめちゃくちゃ急ピッチで仕上げたもんだから、そういうアラがやっぱあるのかもしれないです。そうでしょうね。まあエンディングもそんなにまだ、うん、力を、まあ、言うてば対戦がメインだから、うん、まあまあエンディングまで手が回らなかったのあるかもしれない。ちなみに、はいはい、ダルシムのエンディング、はいはい、あれもあの、あ、遠い昔のことだっていう感じのエンディングじゃないですか、ダルシムのエンディングは。はいはいはい、その後ろに飾ってある壁の、はい、その表彰台に立ってる絵、はいはい、あの2位と3位がね、うん、あのサガット、同じ人、2人ともサガットなんですよ。そう。そう、だから左右反転して、そう、もう突貫工事で
やったんだろうなっていう。キャラさ、キャラさ見せつけて歌う。 S、 あれ S と S、 あれ2人ともなんか S 差がなったんじゃないのかな。そうなんだ、キャラさ。いやまあ赤いんだけどね、ズボンの色、ズボンの色 赤だったんだけど。そう、ダルシムに、ダルシムじゃねえわ、サガットね、2人いるんだよ、あれ。面白いよね、そういうの見てると。まあただのオタク知識なんだけど。まあこの頃のゲームってね、いろいろ壊れてるんですよね。いつも全部そう。箱とかね。そうね。箱をクラッシュした後はアントビにならないとか、ね。あれ本当なのかな。みたいだけどね。どうなんだろう。あ、ツピ側のリーダーはね。京さんかな。京さん。京さん多分の試合中ですね。今日の 2P 側のリーダー京さんを表彰して、表彰する感じですね。ごちゃごちゃ、なんか何回もミスってる感じが。そう、ちょっとお見せできない感じになってましたけど、はい、まあまあまあいいでしょう。ちょっと文字合いしていきますかね。まあこの後も配信していくんで、まあ見てってください。でこれを見てる人たちもぜひ大山に一度遊びに来てください。まあ世間はいろいろなんか今大変なことになってるんですけれども、まあ自粛、あくまでも自粛なんでね。まだでももう収束すんのかな。来年頃まではまあ全然伸びそうですよ。まあ俺もそんな、まあ、素人なんで下手なこと言えないですけど。とにかくうがい手洗いは皆さんも気をつけてよろしくお願いします。俺も頑張る。俺よく外食行くんですけど、もう食べる前と食べた後でなんかウェットティッシュとか消毒アルコールあるときは俺も絶対使ってるんですよ。なんかマックとかはね比較的置いてるとこ多いから。まあてかそもそも行くなよって話なんだけどね、そこに言えないんだ。うわー、獣道、え、来た4、え、俺まだ見てないな。誰と誰がやるんですか。あ、やりますっていう。え、また小高さんが出んのかな。まあでも獣道全部今のところ出てるからな。出るんだろうな。じゃあ俺ものちょっとのじ合いやってこよう。はーい、あ、お疲れーす。
ああ。はい、そんなわけでして、第4回になるかな、東西戦の方は、本日は、ツーピー側のボスラッシュがすごかったですね。3人残してツーピー側勝利という結果に終わりました。本日は、6対6のツーライフ制、順番固定という形でしたがね。そうですね、獣道。なんか告知 PV 出てましたね。というところで、皆さん、ほぼほぼ皆さん帰らずに、の試合、皆さんありがとうございますって感じですが、とりあえず1ヶ月やってみてですが、皆さん、毎度毎度来てくださって、本当にありがとうございますというところで、こういうご時世ですが、ぜひぜひ、大山ニュートン、皆さんお客様をお待ちしておりますので、十分ご自愛の上来ていただければと思っております。あれは死んだはずの男がいる。がロジアで言ってます。取り急ぎはそうですね。来週も引き続き、次が4月の、何日か ?4 月の2日ですね。はい、さすがです。ありがとうございます。はてこさん、次回はぜひ、タイミング合えばお待ちしております。そんなわけで、次回は4月2日の木曜日、こちらにて開催。予定でございます。前回がね、エキサー前ですげえ多かったので、今回はちょっと落ち着いた感じでしたが、まあまあまあ、ちょっと20人目標で頑張っていきたい感じですかね。まずは、ね、10対10ぐらいで、その東西戦、今のところ、あの左のバーのところって、ここ16人入るんですよ。あの1ピーサイド2ピーサイド1ですよ。ここが埋まるぐらいになってくれるとすごく嬉しいです。なかなか平日ちょっとずつちょっとずつ人数が増えていければいいと思います。というわけで、ガイデガが出てきて、あ、うまーい、減るー、あ、こっちも減るー、どっちもわかんないよ、ジャンプジャッケもあのめくりも。あんのこれ、全然だった。あれは俺でも分かる、全然だった。はい、じゃあそんなわけでね、また来週もよろしくお願いしますというところで、この試合終わったら、本日の配信は終了したいかと思います。本日の優勝チームは、キョウさんリーダーのツッピー側ということでして、来週は4月2日から、4月2日の木曜日にまた開始いたしますので、皆様ぜひ、ご覧になる人いらっしゃってください。皆様よろしくお願いいたします。バレバレ、上り中だみたいな。はい、というわけで、皆様お疲れ様でした。またよろしくお願いします。